今から乳首の絆創膏を外したいと思います。友人の術後の写メを見ると退院中にはもう絆創膏を外している様子があったので、試しに病院に連絡して確認したところ、外して洗った方が良いということでしたので、急遽今から外します。マストバンドは先に外してあります。根の状況はこんな感じですね。ちょっとこの辺が痛かったりしますけど、外れました。2つ目外しました。ちょうど真ん中がくり抜いてて穴が開いてます。乳首はしてないのでノーマルの状態なんです。こんな感じですかね。痛々しい。隠れてる。うん、デブじゃない。あーれーってなって、あーれー、うん、バッシに行ってきましたとさ。バッシ行ってきました。痛そう。これ傷がどんどんなんか自然に馴染んでいくわけ。うん、触らんで触らんで。マシはそんなに痛みとかはないですね。こっちはなんと右胸は何も感じ、左側はなんか糸引っ張った時から切ってから、なんかちょっと若干しみるような感覚。でもあまりやっぱ体重かけたらダメだ。だから多分体重、うん、起き上がる時にさ、こうやって手置いたわけ、こっち力入るさ、ここその時にジッてやったからさ、多分それで若干血入れた。今日は3月18日水曜日、2週間、3週間目、もう抜歯済みです、うん、まだかさぶたがところどころ残ってますが、ここは綺麗だと思う。こっちはなんかちょっとポコポコしているところあるけど、今後どうなるか期待。お腹ももうかさぶたはこっちとこっちほとんど止めてて、こっちはなんかちょっと硬いような感じ、こっちはなんか押してるちょっと痛いぐらいで、ここはなんともない。ここは弾きれないか心配。なってあるって言うけどさ、パチンピチンってからないからって心配で、縦長のおへそです、うん、今日も職場のお腹です。うん、やばいよ、やばい、お腹様子だけじゃないか、ビールっぱなぐらいに見える。反対こんな感じですね。で、手は、まあ、最初この辺ぐらいまでだったのが、今一応この辺ぐらいまでは上がります。ただもうなんか引っ張られてる感があるから、これ以上はやらないですけど、こんぐらいまでだったら胃腸は普通に上げていくから、横は問題ない。こっちがですね、こっちがよく痛いんだけど、圧迫のせいかわからないけど、うん、でも先週よりかは全然もう痛くないよ。ここは冷たいのがわかります。もうこの辺からわかんないかな、何も感じない、もう全く、この辺一番全く感じない、うん、で、ここで今冷たいのちょっと分かるかな。で、何も感じない、何も感じない、
チョコレートみたいなのが感じるから、うん、これはこの辺ぐらいがないかな、うん、うん、これは比較的まだ皮膚のあれも違うってか感覚、こっからいきなり、うん、皮膚じゃなくて皮になった感じがする、うん、まだシワシワだね、特にあのなんか内出血みたいなのは全くない、なんか他の人の動画見てみたからね、めっちゃ内出血してきたよね、人によるのかね、副作用組織にもよるんじゃない、ああ、うん、今のところ全然経過良好ですね、血は落ち着いてはいる、お腹は大丈夫、時折なんかこの辺がたまにズキズキってするけど、これが影響なのかわかんないけど元気です。術後1ヶ月目です。今日は3月27日金曜日です、月曜日に、病院に行きまして、形成外科の受診と婦人科の受診できました。で形成外科最初に受診して、で一応胸の状態見てもらったんですけど、ちょっとやっぱ胸がこうこうちょっと高さがここがあってこっちが低いみたいな感じで、ちょうどこの手術でちょっと起こして高さとかチェックしたけど、やっぱ段差ができてる状態になってって言ってました。で一応まあ様子見て、まあ、修正したかったら、まあ、半年ぐらい開けて、まあ、修正もできるっていうのと、で乳首はもしかしたらもう少し早めに、なんか3ヶ月後とかでも良さそうな感じでした。でこの辺が痛いって言った話をしたんですけど、これは一応まあ憶測の話だったけれども、排出液を出してたけれども、そのまあ退院後排出液が下の方にちょっと降りてきて、ここで炎症を起こしてるんじゃないかなっていう感じで言ってました。まあ、これは徐々に多分大丈夫だと思うんだけど、今日はそんなに痛くない、最近はそんなに痛くないから大丈夫だ、ここ数日は。バンドについてはあと2週間やったらもう外していいそうです。で筋トレもバンド外したら一応はやっていい、一応この肩の運動とかやっていってねって言ったので、で腕は一応、まあ、この辺まではスムーズに上がります。でこのなんか後ろのものを取ろうとするときに、なんか力が入った状態になるとこっちが痛いってわけではないんだけど、いいってみたいな感じで、うーんっていうなんか変な違和感はあります。痛いまではいかないかな。うん。うん。で、普通にやっていって、で、次、婦人科受診行って、で、エコーやってもらって、一応問題なしでした。で、一応出血が出てること説明して、まあ、出血の状態とか一応話したら、一応まあ、大丈夫だろうけど、なんかもう赤い血みたいな新鮮な赤い血が出てきた場合は一応救急に来てねって言われて、一応姉のためもう一回診察入れとくって言ったんですけど、いいって言って、もし赤いのが来たら救急に行くんで大丈夫ですって言って終わりました。でこっちについては一応、まあ、1ヶ月経って、で一応筋トレとか、まあ、軽い運動の件を聞いたら、まあ、がっつりした運動はやっぱ3ヶ月ぐらいダメなんだけれども、あの有酸素運動的なものとかだったらもうあと1ヶ月我慢して、術後2ヶ月目ぐらいから有酸素運動から始めて軽いものだったら一応やっていいっていうことで言ってました。あんまり負荷をかけないっていう感じですかね、うん、で次が、婦人科は受検査一旦終了で、診察終了で、形成が3ヶ月検診か5月20日に上予定しています、うん、ってな感じですかね。じゃあ早速見ていきましょう今日も食後カレーを2杯食べた後のです、はい、正面この辺の赤いのはあんまり目立たなくなったんじゃない？線？うん、赤い、うん、ブワーンって出てたじゃん、うん、
とでもバンドした後とかはちょっとやっぱ赤いのかな、どっちかというと今日はお風呂上がって1時間半ぐらい経ってるから何もつけないで過ごしてるんですけど、で、このかさぶたはもう9割も取れてます。なんか前よりかさ、ここの高低差がそんなに気にならないような感じがするんだけど、この辺のあざがなくなりました。黄色かったのが、しばらく黄色かった、先週まで黄色かったけど、で、この辺はちょっとやっぱまだ痛みはあるかな。で、傷、こっちはなんかちょっと赤っぽい感じ、紫っぽい色になってて、こことかは別にただの茶色っぽい、またかさぶたも段差もなく、この辺がちょっとまだ痛いかな、なんか力が入ると。あまりもう見た目変わるものはもうね、なさそうかな。あとは体のこの微妙な痛いとことか、腕のこの辺のあれとか、ここの感触とかの変化がまあ徐々にあるかもしれんけど、腕枕ができない、腕枕まだできないね。まあ見た目は多分もう当面変わらないかな。変わるのはもう剃った毛がどんどん伸びてきてるっていう、毛しか伸びてない、これもまだ生えきてないからね。しかもさ、今日ホルチュー行こうと思ったのにさ、予約しなかったけど、忘れた、1ヶ月になっちゃった、忘れちゃった。来週ホルチュー行こうかな、とりあえず5週目、5週間目。今日は1週間ごとの撮影はこれで終わりかな。次からは1ヶ月後どうぐらいでもいいかな。で、2ヶ月、2ヶ月経ったら少しずつ運動を始めるんで、今度は肉体的な変化を取っていけたらいいかなと思ってます。ぽっこりお腹とあばらが浮いてるような前の肉ね、どうにか脱げるような、脱いでるぐらい今体になれるような、おじさん頑張りたいと思います。とりあえず服着てみます。バンドをしてるせいか、もともと猫背で少しずつ整体って改善したものが猫背悪化ね。なんかバンドしててなんかわかんないけど自動的にこんな体勢みたいになっちゃって、これが染みついてる。一応まあこのこれぐらいもなきゃいけない、なんか椅子とかに座ったらもうこんななっちゃう。ダメダメ、余計お腹出るよそれ、ね、早くなんか何でもいいような状態になって整体ってさ、バキ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 ってやってもらってすっきりしてるけど、今は飛んでいけないからね。彼女とスタート時期はまだ見てんだけど、腹筋を鍛える勝負、どっちが早く線が入るか、線が入るか、まずは縦線でいいの、分からん、何でもいいよ、ドラゴンボールのシップスパックなる、分からん、やる、悟空。とりあえずこの寝っ張ったお腹を引っ込めてやめると、ここにまずは線を入れる、でどっちが先に入るか勝負をやります。いつからスタートするの？2ヶ月後、もうやる、先に始めるわけ。インチキ。2ヶ月後か、来月からじゃなくて、ダーリンがダメでしょ、まあでも有酸素運動やるからさ、来月、じゃあ4月、じゃあ5月からです、じゃあ5月から腹筋勝負、割れるかなこれ、なんかもうだから中年のおじさんのさ、硬い脂肪なんだよね。なんでかな、ビールも飲まんのに、チョコレート食べ過ぎから毎日、柔らかくないよね。健康診断なんも引っかかるけど、常に基準、あ、標準だけど、こんな感じで頑張りたいと思います。ではまた次回お会いしましょう。